どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、5月に入りましたので ANA のね、クレジットカードの、入会キャンペーンですね、まとめて、紹介させていただこうと思います。まあこちらはね、毎月、恒例でねやらせていただいておりますけども、まあ、4月までのキャンペーンって若干変更になってる部分はありますんで、まあ、ちょっとねお付き合いいただければなと思います。でまずね、この ANA のクレジットカードを入会する場合ですね、まず知っておいていただきたいのは、 ANA のクレジットカードにはマイ友プログラムという、まあ、ANA 独自でやっている、まあ、紹介制度みたいなものがあるんですよね。まあ、既存の ANA の保有、ANA クレジットカードを保有している方の紹介番号と名前を入力する、で登録すると、それだけでね、一般カードの場合は500マイル、ゴールドカードの場合は2000マイル、プラチナカードの場合は5500マイルがね、もらえますんで、もしね、ANA のクレジットカードを初めて作られる方は、こちらね、確実に乗るようにね、していただいてください。ですので、まあ、ANA のカードをね、クレジットカード発行する際はですね、ちょっと周りにね、保有している方いらっしゃらないか聞いていただいて、もしいらっしゃらない場合ですね、恒例の、まあ、私からのね、紹介ね、させていただくっていうのは冗談としても、確実にね、周りの方、持ってる方ね、いるかどうかだけでもね、確認するようにしてください。それではね、解説入っていきたいなと思うんですけども、まずソラチカカードでね、解説していきたいと思います。まあこの ANA の JCB ソラチカカードなんですけども、ここはですね、 ANA の JCB カードだったら、まあ、どれでも適用なんですけども、ソラチカカードは初年度無料ですし、この後ね解説するんですけども、ポイント交換ルートでもね利用できますので、まあ、こちらでね解説していきたいと思いますけども、もちろんはね今後 SFC 修行とか検討されているとかね、ソラチカカードのゴールドカードが欲しいとかね、まあ プラチナカードが欲しい方でも、まあ、こちらがね、まあ、対象っていう感じになります。でまずね、先ほど言った通り、ソラチカカードは、初年度年会費無料で、まずねキャンペーンがこちら JCB 側のキャンペーンね、解説させていただきます。まず、こちらカードが到着したら、まずねこちらのキャンペーンはエントリーが必須となります。まず JCB マイチェック登録で400ポイント、まあ、こちら公式サイトにはね、こちらのポイント置き時ポイントで付与されるんですけども、こちらを交換すると1200マイルっていう風にね記載があるんですけども、まあ、こちらソラチカカードを持っていることによって、この置き時ボーナスポイントっていうものは東急メトロポイントっていうのにね交換できるんですよね。でこのルートで交換して ANA マイルに交換すると、1200マイル、まあ、公式サイトに書いてある数字が1800マイルにね、交換率上がりますので、ぜひね、このルートを利用してください。で次にね、カード利用でポイントがもらえます。10万円決済で1500マイル、50万円決済で6000マイル、100万円決済で1万7400マイルっていう風に出ております。ですけども、まあこちらもね、先ほど同様、ソラチカカードね、東急メトロポイントを経由して交換すると、100万円の場合ね、1万7400マイルのところが2万6100マイルまでね、ポイント数交換率上がりますんで、ぜひこのルートね忘れないようにしてください。ですので、まとめると、 JCB マイチェックで1800マイル、今の、カード利用のキャンペーンで2万6100マイルっていう風になりまして、こちら100万円の決済が入ってますんで、プラスね1万マイル、足すと3万7900マイルっていう風になります。でこのクレジットカードね、100万円分の利用の、1万マイルっていうのは、まあ、手数料がね5000円かかる10マイルコースでね、計算しておりますんで、そちらも、頭入れといてください。でさらにですね、この JCB のキャンペーンは、重複するようなキャンペーンをもう1個やっておりまして、カード利用でさらにマイルがもらえるキャンペーンとなっていまして、10万円以上で300マイル、50万円以上で2100マイル、100万円以上利用で5400マイルっていう風になっておりまして、こちらも先ほど同様のねルートを組むと1100マイルっていう風になりますんで、こちら今までのね合計すると、3万7900マイル足す8100マイルということで4万6000マイルっていう風に合計でなります。
で、こちらにね、先ほど冒頭に説明した、マイトモプログラムっていうのと、まあ、ソラチカカードもね、ANA のクレジットカードですので、入会ボーナスが1000マイルつきますんで、まあ、合計すると4万7500マイルっていうふうになります。で、次にですね、この ANA の JCB のクレジットカードはですね、今ポイントサイトに案件があります。今ポイントサイト、ポイントインカムで、7300円分のね、ポイントで案件が出ております。で、こちらね、先日、動画で解説させていただいた ANA 東急クラブ級カードが必要な東急ルート、ポイントサイトから ANA マイルへ交換する、最善のルートですね。こちらを利用すると、7300円分のポイントは5475マイルっていう風になりますんで、こちらはね、全部の合計を足すと、5万2975マイルっていう風になります。で、ここまでがですね、 JCB のキャンペーンとポイントサイトの案件の話なんですよね。で、次に ANA のキャンペーンも今やっているんですよね。で、次 ANA のキャンペーンいきますね。で、こちらの ANA 側のキャンペーンは、新規発行された方のみという風になってますんで、これ先ほどの JCB のキャンペーンはですね、切り替えでも対象なんですけども、こちらは新規カード発行された方のみというふうになっております。で、まずね、8月31日までに ANA 登場で1000マイルクレジットカード利用でマイルがもらえるキャンペーンもやっておりまして、20万円以上50万円未満で3000マイル、50万円以上100万円未満で1万マイル、100万円以上の利用で2万7000マイルっていうふうになっております。JCB のキャンペーンと ANA のキャンペーンね、両方を解説させていただきましたけども、利用金額は最高100万円で何マイルみたいな感じじゃないですか。ですんで、まあこれ一つ達成すればね、全部達成になりますんで、まあ、ひとまず100万円の利用がある方はですね、こちら100万円利用すると、まあ、全てがね達成されるっていう感じになっております。で、 ANA の方もね、キャンペーンエントリーが必須となりますんで、まあ、そちらも忘れずにね、すべてね、概要欄に、貼っておりますんで、忘れないようにしていただけたらなと思います。さらにね、ANA カードファミリーマイル登録で500マイルっていう感じになっておりまして、こちらの ANA カードのキャンペーンは合計で28500マイルっていう風になっておりますんで、ANA ソラチカカードの全てのキャンペーンを適用するとですね、最大8万1475マイルっていう風になりますんで、これかなりすごいマイル数ですよね。うん、これ年会費無料のクレジットカードですからね、かなりすごいですね。で、次ですね、次アメックス、ビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードということで、まあ、こちらはアメックスのプロパカードのビジネスカードバージョンですね。ちょっとこちらは ANA カードじゃないんですけども、まあ、こちらもね、大量ポイントをもらえるキャンペーンやっておりますので、で、こちらもね、ANA マイルに交換することができます。で、このアメックスのクレジットカードは基本的に人からの紹介、既存会員の方からの紹介でね、入ると、ポイントが多くもらえたりとか、初年度年会費無料になったりする特典がありますんで、これから紹介するのもね、既存会員の、紹介で入った場合というふうになっておりますんで、その点はね、注意しておいてください。で、まず、このアメックスビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードはですね、共に、紹介で入会すると、年会費無料なんですよね。まず、このアメックスビジネスカード、アメックスビジネスゴールドカードはですね、メンバーシップリワードっていう手数料が年間3000かかります。これね、入らないと、ポイントのね、還元率が悪くなってしまいますんで、こちらと、あとね、ANA マイルに交換する場合、交換手数料はね、年間5000円かかりますんで、これは年会費は初年度無料なんですけども、合計8000がね、かかるようになっておりますんで、まあそちらもね、覚えておいていただけたらなと思います。まずね、アメックスビジネスカードの方ですね。一般カードの方は3ヶ月以内に20万円で7000ポイント、50万円利用で1万ポイント、50万円決済分が入って5000ポイント、合計で2万2000ポイントっていう風になりますんで、これを ANA マイルに交換すると2万2000マイルが獲得できるっていうキャンペーンですね。次にアメックスビジネスゴールドの場合は20万円の決済で6000ポイント、50万円の決済で1万2000ポイント、200万円の決済で
3万ポイントということで、決済分を、ね、入れて、2万ポイント足すと、合計で6万8000ポイント、こちらも、ね、そのまま6万8000 ANA マイルという風になりますんで、まあ、ちょっと3ヶ月以内で、ね、200マイルの決済って、まあ、かなり厳しいですけども、マイル数は、ね、まあ、かなりもらえるのと、こちらのクレジットカードは、初年度年会費無料ですので、かなりおすすめなんですよね。うん、で、アメックスのね、ビジネスカード、ビジネスゴールドカードは、これ基本的に誰でも発行できるクレジットカード、ビジネスカードとなっているんですけども、まあ、誰でもね、発行できるクレジットカードとなっておりますんで、特にね、会社等々の、なんていうんですかね、証明みたいなものは提出しないので、まあ、誰でもね、発行することが可能です。で、このクレジットカードね、2つには、年間のね、交換上限があって、年間、4万ポイントまでしか ANA マイルに交換できませんので、アメックスビジネスゴールドの場合は6万8000マイルまで交換できてしまいますので、まあ、もし発行される方は年内に4万ポイント交換していただいて、1月1日を超えたらね、まあ、残りを交換するっていう感じで、まあ、初年度、まあ、年会費無料なので、まあ、2年目以降ね、更新を考えている方だったらいいんですけども、ちょっとキャンペーン狙いで発行する際はですね、年内にポイントをね、4万ポイント交換しておかないと、2年目以降の、ね、年会費がかかってくるようになってしまいますので、そこはね、注意しておいていただけたらなと思います。次に ANA ダイナースクレジットカードですね。年会費27,000円、こちら初年度からかかるクレジットカードとなっておりまして、ゴールドカードの括りとなっていて、かなり審査厳しいです、 A ダイナースということで、いきたいと思います。まずね、マイトモプログラムで2000マイル。で、さらにね、6月30日まで、キャンペーンがやっておりまして、期間中に、100万円の利用で、5万3000ポイント、100万円の利用分の、通常ポイントで、1万ポイント、ビジネスアカウント、家族カード入会で2000ポイントというふうになってまして、合計で6万5000ポイントっていう風になります。でね、このビジネスアカウントと家族カード入会っていうのは、で、これで、2000ポイントね、もらえるんですけども、こちら有料のサービスになってますんで、まあ、ここはね、あんまり考えない方がいいかなって個人的には思います。で、次に、こちらもね、ANA の、キャンペーンですので、先ほど解説させていただいた ANA のね、キャンペーンも、入ってきますんで、こちらを合計すると、最大でね、マイトモプログラムを入れると、最大10万ド2000マイルっていう風になりますんで、かなり大きい数字になりますよね。次にね、ANA アメックスと ANA アメックスゴールドですね。まずこちら ANA アメックスの場合ですね、年会費7,700円。移行手数料が年間6,600円がかかるクレジットカードという風になっておりまして、3ヶ月以内に10万円利用で2000ポイント、30万円利用で4000ポイント、70万円利用で2万4000ポイント、70万円決済分の7000ポイントが入って、最大、マイトモプログラムを入れて3万8500ポイント、それがね、そのまま ANA マイルになりますんで、3万8500マイルっていう風になります。次に ANA アメックスゴールドですね。こちら年会費3万1000、初年度からかかるクレジットカードとなっていて、マイトモプログラムと入会ボーナスで4000マイル。で、こちらもクレジットカード決済のね、キャンペーンやっておりまして、3ヶ月以内に10万円で4000ポイント、30万円利用で1万2000ポイント、80万円決済で4万ポイント、こちら80万円決済分が入って、8000ポイントプラスされて合計で6万6000ポイントで、こちらマイトモプログラムを入れると、そのままね、6万6000ポイントが、マイルになりますんで、合計で最大6万8000マイルっていう風になります。こちらもかなり大きいマイル数になりますよね。で、さらにこちらもね、 ANA の、クレジットカードとなりますんで、先ほどの ANA のね、キャンペーンが適用となりまして、そちらを全部入れるとですね、 ANA アメックスの方は最大6万7000マイル、 ANA アメックスゴールの場合は、10万と1000マイルっていう風になりますので、こちらもね、かなり大きいね、キャンペーンでマイルがね、大量マイル獲得できますんで、ぜひね、検討していただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回は ANA のね、クレジットカード入会キャンペーン5月版をね、紹介させていただきましたけども、
先月よりかは、ANA アメックスゴールドの方はね、キャンペーン獲得マイルが、4000マイルほどね下がりましたけども、まだ10万マイル超えのねキャンペーンとなっておりますんで、まあ、おすすめ順としては、年会費をね払いたくないっていう方はですね、やはり ANA JCB ソラチカカードのね、キャンペーンが一番ね、年会費初年度無料にもかかわらず、キャンペーンがたくさん乗れる、そしてポイントサイトの案件もありますんで、まあそういう意味ではですね、そちらが一番かなって個人的には思います。で、次におすすめはアメックスの、ゴールドの方ですかね、ちょっと3万1000分の、マイルは、3万1000分の年会費は初年度からかかってくるんですけども、まあ、こちらもね最大で10万1000マイルがね獲得できるキャンペーンとなっておりますので、まあ、こちらからまあ利用していくのがおすすめかなっていう感じですね。 ANA カードをねこれから発行されようっていう方はね、ぜひね、ちょっと検討してみていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。